皆さん、こんにちは。さかねフラワーチャンネル始まります。もうクリスマスも終わりましたね。そしてお正月花でとっても忙しくしております。最後まで動画をご覧くださいね。それではスタート。お正月花のあのレッスンの風景をスタートさせます。器はやはりいつもより大きいですね。オアシスを3分の2以上使ったり半個ぐらい使っております。やはり松とかがね、結構オアシスにあのダメージがきますので、大きめの器それから大きめの吸水性スポンジを使用しております。松、ハボタン、柳、ユリ、ローズ、南天などを使っております。まあ、あの松竹梅ですね。そういうふうなおめでたいお花を取り揃えております。まず松とユリが入りました。大きなものをね、先あの場所を確保いたしましょう。そしてあとは南天ですね。南天とかローズですね。あ、これはまだローズは入ってないんです。これはローズは使ってないんですよね。松とユリをさっき松は2本使いました。1本はそのままですね。であと1本はちょっと枝を切ったりして使用しております。梅が入りました。ハボタンが入りました。南天を入れてまいります。南天が南天ですね。南を転じるという縁起のいい南天。お玄関先に南天とヒイラギを飾っておくと邪気が来ないそうですよ。あんまり大きくってカメラに入りづらいんですね。梅もかなり背が高いんですよ。1メーター以上はありますね。オンシジウム、ランですね。これを入れると一気にお正月になります。いかがでしょうか。お正月飾りめでたいですね。タイを購入いたしまして、これを私が、タイのお金、古いお金なんですけれども、それをグルーガンでつけまして、お正月飾りのオーナメントはオリジナルでございます。こちらのドライフラワーは私が、ゴールドのスプレーをいたしまして、まあ南天のそばとかいろいろ重ねて入れております。そうするとゴージャスになりますね。仕上がりましたよ。あと水引きをちょっとかけたり、水引きで作った梅を梅のところに貼り付けて取り付けて終わりとなります。意外とね、お正月のお花ってそのもの自体が結構大きいので簡単に入っちゃうんですよ。あゆみちゃんのセンスでいつもお正月は引き締まります。あゆみちゃんのセンスで検索してください。出るようにしておりますので、真上からカメラをね撮っております。真上から撮るとこのようになります。静かに下に降りていっております。センスはね、重ね付け2本使用しております。梅は3輪ですね。この梅は生徒様がボランティアで作ってくださいました。この松ぼっくりもゴールドのスプレーをしております。そしていつも松ぼっくりの留め方、22番のワイヤーでツイスティングして留めておりますよ。いかがでしょうか。豪華な豪華なお正月花が出来上がりましたよ。もう一パターン最後の方に出てまいりますので、どうか最後まで動画をご覧いただきたいと思います。もう一つの作品は横長です。これはオアシスハンコを使って、直径15センチぐらいの器を使用しております。高くね、
まあ、ちょっとトランギュラーのような形になってますかね、バーティカルとかというふうな感じで一本目でございます。クリスマスまでに2000名を目指しておりましたが、それは残念ながら2000名に届かずでしたが、満足しております。皆さん、いつもご視聴ありがとうございました。2020年、一時期ちょっとね、 YouTube もやめちゃおうかなと思った時があったんですよ。でもこうやって続けられることに感謝出しております。これからもどうか応援よろしくお願いいたします。さかねフラワースクールも今年お正月で締めくくりさせていただきました。レッスン、たくさんの方が通って、遠くから通ってくださって本当に感謝しております。28日、最後までね、レッスンに来てくださった S さんがお家に帰ってから、お写真をね、LINE で送ってくださいました。それを見て私はとっても感激いたしました。素敵ですね。そしてもう一人の方はエントランスに飾られたそうです。そうやってうちのスクールで習ったお花が
お宅のお玄関エントランスに飾られているんだなと思って、なんか胸が熱くなりました。1年間動画を配信できて、そして健康でいられたことに感謝いたします。皆さん、愛あるコメント、お忙しい夕方にたくさんお送りくださりありがとうございました。今年最後の配信となります。また来年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。